ということで着きまして、やっと着いたね。やっと着いた。もう1時間ぐらいで来れたからめちゃくちゃ近い、ね。はい、とにかくトイレを我慢し続けて、バンで今日出発ってわけじゃなくて、ちょっと空港を、大好きな空港を見ていきたいと思います。あ、ネイル、はい、じゃあ見ていきます。あ、ピカチュウ、ピカチュウってどこにでもいるね。これがね、超おもろい。なんか7月1日、あ、本当2日前だよね、出たばっかのやつらしくて、で何が出るかわからないんですけど、私的にはオズワルドがいいのね、これ。で、まあ、ちょっと触るじゃないですか。ワールドとミッキーこんだけあんだね。ね、プリンセスめっちゃムキムキなんだよね。うん、おはようございます。ついに出発するんですが、時刻6時45分ぐらいかな、うん、めっちゃくちゃ早起きした。5時起きで向かっております。このスウェットとこのスーツケースの組み合わせが最強でございます。ということで、まず6時55分に集合があるという形なので、めちゃくちゃお腹空いてますが向かいたいと思います。空いてる空いてる。こっちが負けたってこと。うん、チェックイン終わりまして、お腹が空いたね。はーい、入りました。レンズのなんか何を買ってくれる？てか開いてんだ ね、 ね。はい、ちょっと朝早すぎて7時半なんですけど、やってなさそうだったのね。だからあのオンラインで先に予約っていうことをして、今取りをしました。はい、ということでめちゃくちゃ並んだディーン&デルカ、大変そうだったね。混んではいなかった。混んではないんだけど、従業員が大変そうでした。はい、という感じで、このメロンジュースめっちゃ美味しい。ガチメロンを砕いてるバージョン。やっと、じゃあちょっとゆっくりモーニングタイムです。やっと、でもね、最悪それは。でももうあと20分ぐらいしか余裕ないので、ちょっとゆっくりはしてられません。はい、どうぞ。ラザニア、あ、なんか冷たそう。やたら早いなと思ってもあったね。冷たい。まあいいや、これ美味しそうじゃない。イエーイ、いただきます。すごい、オートミール入ってる。うん、バイト嫌になっちゃうね。おいしそう、おいしそう。うん、超おいしい。おいしい。うん、イエーイ、さよなら。めっちゃ黄色いマスクもらった。マスクしないとダメらしい。はい、めちゃくちゃ黄色いマスクもらいました。イエーイ。可愛くない？はい、まあ、私たちは濡れマスクに変えるんですけど、なんかマスクしないとダメらしい。フィリピン厳しいらしい。地味に長かったな。着いた。イエーイ。着きましたっていう絵では全然ないよ、ね。
なんか今ホテルが全然部屋が準備できてないらしくって、うん、で本当は部屋にチェックインしてで着替えてスーパーに行きたかったんですけど、ちょっとそれができず、このような感じでめちゃくちゃ暑いけど、スイートが暑いんだよな。暑い。がしかし、このまま行きます。暑いです。暑い。今からですね、急遽買い物に行くので、着替えられる。なので、ご飯、マックかジョリビー。どっちで？悩むね。ジョリビーはあのね、フィリピンとかそういうアジア系の、うん、なんかファストフード店みたいなやつなんですけど、チェーン店の。マックは多分サンバルソースとかがきっとあるんだよね。ああ。きっとね。そう、なんかそういうのちょっとわかんないから行ってみないとわかんないんですけど。であとスタバもあるから近くに。から、まあ、帰り買って帰るかどうするかぐらい暑い。もう本当に全部の袖も裾もいらないわ。スウェットは暑い。はい。で部屋が開くのが宅の電話にかかってこないと開かないので、まあ、とりあえず時間もったいないし外行こうかなみたいな感じ。かかってくるかも分かりません。何時になるかも分かりません。なぜなら英語が喋れません。そんな全部言い踏んでる。はい、じゃあ行ってきます。あっち暑いね。この道をね、あと6分ぐらいこのまままっすぐ進みます。そしてジョリビーに突き当たります。暑すぎ。暑いよ。これ下飛び出してるのかと思った。 Hey, free dog! 見てみてる。野良犬が普通なんですね。とても危ないところを渡っております。乗りたい。あれジムニーだっけ。ジムニー、あれ乗りたいな。渡んだっけ。あれ渡る。これさ、横断歩道あってもなくても一緒だよね、うん、一応横断歩道を渡ります。ゆっくり渡る。うん、うん、伏せて左見ちゃう。コツは一定の速度で。すごい。なんかやっぱこうやって携帯持って動画撮ってるとすごい見られる。撮ろうとしてるのかな。あ、これもあるね。まあいろんな人がいますわな。まあ、とりあえずジョリビー行きましょう。すごい手売りだ。手売りだらーん。来た来た。これこれこれがジョリビー。ドライブスルーもあるんですね。あっち。騙された